今日は2023年の7月の21日、今日はチキリンさんの自分の意見で生きていこうっていう本を読んだのと、まあ、内容としては反応するんじゃなくてちゃんとその課題に対して自分でポジションを取って、まあ、例えば年金の話だったら年金の制度は続けるべきなのかそうじゃないのかとか、自分のポジションをはっきりさせながら考えていかないと、まあ、反応しかできなくなって自分で人生の判断とかする場面で困りますよっていう、そういう話で、まあ、面白い本だなって思ったのと、自分自身いろんなことに対してポジションを明確にして、まあ、ちゃんと考え抜くってことをやっていきたいなっていうふうに思いました。で、仕事はまあ今週結構忙しくて、で、まあ、前の会社の同僚とオンラインミーティングする機会があって、まあ、仕事の話だったんですが、やっぱり人はそんなにすぐ変わらないなっていうふうに思ったのと、でもまあなんて言ったらいいんだろうな、前の会社の同僚ってちょっと友達っぽくなったりするので、まあ仕事を通して人間関係が作られていって、まあ、お金ももらいながら、まあお友達もできるみたいなふうに考えたら、会社で働くっていうのはすごい効率がいいというか恵まれたことだなっていうふうに思うことに思いましたね。まあ、その分いろんな拘束があったりとか制限があったりとかそういうことがあるので、まあ自分の野望としてはいろんな時間の過ごし方を、まあ人生の中で試したいと思ってるので、まあ別のライフスタイルっていうのも実践していきたいっていうふうには思ってます。で、今日のニュースは、まあまたロシアの話になっちゃうんですけど、ロシアが軍事行動かなんかしてウクライナが抗議か何かを出したみたいなニュースがあったりとか、そういうニュースがあったぐらいで、あったぐらいでっておかしいですね。なんか変わって今日ならではのニュースみたいなのはパッと耳当たらなかったですね。以上です。